沖縄県道213号黒島高線、黒島展望台を沖縄県道213号、黒島高線は沖縄県八重山郡竹富町、黒島の黒島あずま筋と黒島高等を結ぶ一般県道である。旧建設省の日本の道百選に選ばれた日本最南端の都道府県道である。現在の沖縄県道213号は1980年に 行われた八重山地域の県道路線再編により指定された。それ以前は石垣市の平徳川原線が県道213号とされていた。黒島は八重山諸島の石垣島から南へ約1 9トルに位置する面積9.8平方キロメートルの離島で入り表石垣国立公園にも含まれている。 1981年度から1983年度にかけて道路の拡張が行われた時に沖縄を代表する景観であり地域の特徴にもなっている道路両側の住居を囲う琉球石灰岩の石垣や赤レンガの屋根などの観光地としての景観を損ねないように特段の配慮がなされ地元住民の全面的な協力を得て 琉球石灰岩の石垣の復元や地下浸透式の排水口の設置が実施された。その結果、この路線は黒島の海中景観に優れた自然環境や島の独特の文化に調和した南国の素朴さと文化を強調する景観を持つ道路として評価され、1986年8月10日に旧建設省と 道の日実行委員会により制定された日本の道百選に選定されている。2005年には福音を5メートルから11メートルに拡幅して歩道を設けるとともにロードパークを新設する改良事業が進行している。ロードパークは黒島小中学校近くに設けられたもので国の史跡、先島諸島か番星の一つである、プズマリをイメージした遠見台や、 芝広場、駐車場、駐輪場、遊歩道が整備されている。ありがとうございます。